ロックンチャターのねご説明をしておきます。まあチャターベイト、バスのね世界では割合ポピュラーなこうルアーなんですけども、ソルトではねあんまり見かけないタイプのものです。でこう特徴としてはですね、このジグヘッドのようなシンカーの上にブレードがついてるんです。こういうふうにで、ここへラインアイが、まあ、スナップでこうつけてます。したがってリトリーブするとどうなるかというと、当然水抵抗を受けてこのブレードが激しく左右に振れます。でボディにこういう振動を与えるんですね。はい、まあ、キャストしてね巻いていただくと分かるんですけど、相当竿にブル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 きます。つまりあのかなり強波動のルアーであると。で強波動のルアーのいいところっていうのは、もうやる気のあるフィッシュイーターをね遠くからでも引き寄せる力がある。またそのでかい個体に対してね、非常にあのアピールが高く、でかい個体ってねやっぱ攻撃力も強いですから、こういういわゆる強いタイプのルアーに、比較的ねでかい個体が食ってきやすいということで、ソルトでねいろいろとチャターを使ってみて、あのバス用のチャターでは外にねちょっと向かない部分もあるので、その辺を修正してモディファイして作ったのがこのインクスレーベルのロックンチャターです。はい、じゃあざっと説明するんですけども、このブレードですね、まずこれ手に取って実際にねこう力入れて曲げてみてください。非常に硬いです。これがまあ今までのその市販のチャターベイトを使って僕がソルトで使った時にですね、本当に40センチとかくらいの根魚、まあアイナメであったりソイであったりハタであったりするわけですけど、結構ね彼らねロールするんですよ。食った後首振ったりロールしたりで、バス用のやつですとね強度が足らなくて、もうブレードがひん曲がっちゃったり、もしくはここのスナップがぐにゃぐにゃになったり、あつまり壊されてしまうんですね。海の魚強いです。特にマゴチなんていうのはこうロールしますから、50センチ級のマゴチが来たらもうほとんど一発で壊されるっていうのがね分かったので、このソルト専用のものには、ね、非常に強度を持たせてます。スナップ強度も通常の3倍ぐらいの強度です。ブレードもね、人間の指でこう曲げたら普通軽く曲がっちゃうんですけど、こいつはね曲がらない強い材質を使ってます。はい、まずそれが一つ。次はですね、このヘッド形状なんです。まあ俗に言うところのこうアーキーヘッドと呼ばれるもので、まあ障害物のすり抜けなんかがね非常にいいタイプの形になってるんですけども、そのアーキーヘッドの形状を利用し、なおかつアイですね、このブレードをつけてあるアイを上につけてます。上っ側、通常は先端についてるんです。でそれを上の奥につけてるわけです。こういう形で、この辺もあのソルトでの使用を考えてこういうデザインしてます。でこれで何が起きるかというとですね、視点が上に来ますから、こういうところに引っかかりかけてもですね、起き上がり格子のようにこう抜けていくんです。わかりますこれ。これが正面に愛があるとそのまままっすぐガツンと噛んでしまうのに、起き上がるんですね、シンカーが起き上がり格子のように。で引っかかりかけてもこうシェイクしてる間にコロッと外れてくれる、まあ、つまり根がかりの回避能力をかなり高めた形でね、設計してあります。それから3つ目なんですけども、ソフト芯っていうのはもうまず対象量がね絞りきれない面もあるんですね。まあ淡水でブラックバス釣りに行ったら釣れるのは 90% ブラックバス、まあ、たまに、キャットフィッシュとかね雷魚あたりがヒットするんですけども、もうほとんどのフィールではもう 90% バスじゃないですか。ところが海で使うと何来るか分かんないですよ。実際僕もこのロックンチャターは、旗をメインに、いろいろテストしてたんですが、もうマダイも食ってくるし、表層を着水から巻き始めると青物も食ってくるし、実にねさまざまな、魚がターゲットになりえます。でプラス
ベイトの種類がね、あの淡水と違ってものすごい豊富なわけですよ。もう小魚から小さいカニから大きなカニからタコからイカからもう様々な、ベイトがいますので、そのベイトの形状であるとか、ベイトの泳ぎであるとか、アクションね、スピードであるとか、そういったものに、ソルトルアーっていうのはこう対応しなきゃならないんですけど、このねチャターベイトスタイルでいろいろ考えていくと、非常にその辺のね、なんて言うんでしょうか、こうカスタマイズがね効くなってことがね僕の中に一つありましたので、このルアーはいろんな部分がですね可変式で作ってあります。まずこのパーツがですね全てバラバラになるんですね。はい、例えばここへスカートついてますけども、これ引っ張ると脱げます。工具なくてもこういうふうに、はい、わかりますかね。フックのとこまでずらしてあげる、脱げましたね。で簡単に外れます。でフック交換も簡単にできるわけです。でこれロックンチャッターの3種類ウエイトがあるんですけども、はい、ここ 14g ですね。 14g、 14g、 18g、 21g と3種類あるんですが、この 21と18は、製品版には30というフックついてます。 21g と18g は30フックです。どちらも同じ大きさのフックですね。で一番軽い 14g だけ20フックつけてます。これ違うんです。はい、これはあのセットするワームのねボリューム等がね、もしくは長さ等が関連してくるわけです。このタイプのフックっていうのはあのワームの動きを良くしたり、あるいはホールドをしっかりさせるためにも、そのいろんなサイズがあってですね、フックありきではなくてワームありきなんですね。ワームにフックを合わせると、ベストマッチングさせるっていうのもね一つの大事なことですので、一応30と20はつけてますけども、場合によっては10にしたい時があるわけですね。こういう少し小さめのワームをセットするときに、20、30じゃ大きすぎるから10をつけたいときに、工具がなくてもね簡単に、脱着ができるということもねとても大きな要素になりますので、パーツをねこういうふうにバラせるように作ってます。小さいフックをつけて引っ掛けてスカートを戻すと、でこのスカートのスリーブでフックをこう押さえつけて外れないという仕組みにしてあるんです。はい、簡単でしょ。フックの続きなんですけども、30でも20でも、大きすぎる、10ぐらいにしたい、もしくはですね、まあ、こういうクランクのついた、ね、針先がこれの隠れるタイプの服なんですね。つまりこういうふうにこの針先をワームの中に差し込んで隠して、物に引っかからないようにしてやるタイプの服なんです。通常はこういう服じゃないですか、で、こういうふうにしてあるんですけども、根のねアンジュレーションがあんまりごちゃごちゃしてないところ、まあ、つまり中層や表層近くをスイミングで釣るときは、このタイプのフックの必要性がないですし、やはりねこういう、普通のストレートフックに比べるとフッキング率はね、まあ、間違いなく落ちます。このタイプでショートバイトが多いとかかかり損ねたが多発するような時はやっぱりストレートフック使いたいんですね。はい、
でここでフックのね簡単な、脱着法を、スカートをね外して、先ほどやりましたけどスカートを外さなくてもここから押し込んでいって、はい、反対側にこちら側に頭が出てきたら、はい、右回転させます。スポット抜けるんですね、はい、このフックが入れてあった軸の向こうへ突き出しといて、くるっと右へやって引っ張ると当然外れてます。スカート脱がさなくていいんです。でここにこういうストレートフックが用意してあるとしますね。こっちに付け替えると、セットするときはフックポイントを下向きに、でやはり同じところから入れてきます。こういうふうに、はい、入れていくとここに出てきますね。こう針金の頭見えるかな、ちょっとズームにしておいてください。針金の頭が左側に見えて、その向こうに愛がありますね。ここまで出したら左回転でひっくり返すと針金の頭に自然にこう被るわけです。はい、でこのままカチンと引っ張ればセット出来上がり。こういう方法でもいいです。まあスカートを全部外しちゃってつけてもいいんですけども、慣れてくればね、本当にポンポンと外してポンポン、もうあっさり1秒ぐらいでね、あの脱着が可能になりますので、そういう方法も覚えておくといいですね。これでフッキング率がより高いストレートフックです。でこういうものに、ちょっと適切なフォームを持ってきてないかな、こんなんじゃないかな、これサイズ的にぴったりでしょ。まあこういうあのカーリーテールなんかのね、スイミング系なんかのワームで釣りたいときはやっぱりストレートフックですね。はい、セットします。だいぶシルエットがね、あのコンパクトになりましたね。ハタなんかの根魚を釣るときはある程度こうボリューミーなね、ワームにサンゼルフックなんかをつけて、大きく見せた方がアピールも高いし、あの魚を寄せる力もあるんですけども、少しね口が小さい魚でサンゼルフックなんかでは、オフセットフックとかねかかりにくい魚を釣る場合はもう本当に現場のね簡単な作業でこういう状態にしていただくと、いよいよ釣果がねアップします。本当にねターゲットがいろんなものがいますし、このチャターベイトのね、いわゆるチャターブレードの波動がいろんなフィッシュイーターを引きつけるんです。引きつけるんですけども、まあ、フックセットその他その全体感的に、まあ割合口の大きなね、例えばシーバスとかブラックバスとかを、釣るように作ってありますので、フィッシュイーターなんだけども、その吸い込み系じゃない魚を釣る場合は、やはり多少ねフックに工夫をしなきゃならんわけです。その一つがこういうシングルストレートなんですけども、例えばタチウオを釣ろうと思った時に、じゃあシングルストレートだけで、うまくフッキングするかって言ったら、タチウオを本気でやってる人はもう分かりますよね、なかなかかからないシングルだけじゃ。はい、まあそういった魚を狙う時はね、あのバス用のこういうものなんです。ダブルフックに、こういうストレートフックの後ろにトレーラーフックをつけるようにもうセットしてあるものがあるんですね。ビニールかぶせたものが、これをここへセットするだけでも格段にね、フッキング率上がります。タチオなんかの場合はこういうセットありですね。はい、
ですので僕なんかね、あの1個2個ねタックルボックスにこいつ入れてるんですよ。はい、もしくはですオフセットフックのまま、オフセットフックのままでもいいんです。このダブルフックをワームを刺す前にね、これの場合は下向きにつけます。下向きです、こう下向きにつけます、この状態ですね。こうやっといて、オフセットフックのままワームをセットする。まあどうでしょう、はい、こういうセッティング、タチウオ対策。まあタチウオはね、下からあの細いくちばしで、細いくちばしで下からカツンと噛んでくるんですね。で、タチウオフック見ていただくと分かるんですけど、口の中に入れてかけるようにあまり考えてないんですよ。タチウオフックはワイドゲームにしてこう加えてグングンと引っ張るやつをドンって腹筋かけると、こう外へかかるようにしたんです、タチウオフックっていうのは。だからこのセッティングっていうのはすごくタチウオを釣るのにね、理にかなってるんですよ。ここを加えさせて引っ張って、このタチウオのとんがったくちばしの外へフッキングさせる。だからなかなかね、あのかかんないんです、このフック一本だけじゃ。ストレートにしたところでかかりにくい。で、上向けセッティングでもいいんですけども、おそらくこういう形の方がより効率に勝ります。余談なんですけど、本当に余談なんですけどね、まあ遊び事ですから、僕はあのあなんかタコがいるな、タコ釣ってやろうと思った時もこのチャター使うんです。で、こういうカニ系をつけるんですけど、ここへねダブルフックすれば忘れるんですよ、こうやった上に。で、タコを上から乗っかってきますから、このフックとこのフックでタコも釣れちゃうと。で、タコもね、このチャターブレードがボトムでブルルッコトン、ブルルッコトン、ズルズルズルって引っ張ると、タコもあの石ガニとかね、あの泳ぐ系のカニがいるかなと思って上からガサッと乗っかってくる。シングルフックだけがね、なかなかタコってのはかかんないですけど、こういう3点式にすればタコほとんどキャッチできますので、このフックはね持っておくと、相手がタチウオであろうがタコであろうが本当にね、いろんな場面で活躍するのでおすすめです。1個2個タックルボックスの隅っこに入れておけばいいんです。はい、フックのいろんなバリエーションのこう説明をしてたんですけども、次はね、あの、もっと変化系があるので、その辺の説明です。ちなみにバラしてみました。はい、バラバラです。まあこのロックンチャーターのね、一つのいいところなんですけども、パーツがこういうふうに全部バラせるということですね。で、特にフックスカートはもうパーあの工具なしで外せます。で、唯一このブレードだけがここへね、スプリットリング接続になってますので、まあスプリットリングオープナーで外してください。器用な人は爪で外したりするんですけど、はい、ここだけスプリットリングオープナーで外します。はいはい、で、何がどうなるかというと、例えばツンツルテンにしてフックだけつけたら、まあいわゆるジグヘッドですよね。フック可動式のオフセットフックがついた、ジグヘッドだけ投げたい時もあるじゃないですか。僕はありますよ、ジグヘッドだけ投げたい時ってありますね。で、長かりがあまりなくてしっかりフッキング臨みたい時はこういうジグヘッド、単純にジグヘッドにしたい時なんです。で、ここほら脱げちゃうよね。このスカートのスリーブで脱げない、服が落ちないようにしてたのに、スカートも邪魔だからということで、スカートも外してジグヘッドとして使うときにはここ脱げちゃうので、おすすめがあるんです。
こういうものがあるんです。これバレンヒュさんの、これはね、猫リグとかね、脇リグとか、要するにそのワームに針をこうマス針を引っ掛けて釣るときに、ワームのボディにマス針を引っ掛けただけじゃ切れちゃう、ちぎれちゃうのよ。だからちぎれないようにこの輪っかのをワームの、この輪っかの中にワームを刺してフックはこの輪っかに引っ掛けるというような作り方をしてあるのがね、バスの世界にあるんです。これがねいけます。これが使えちゃう。これ6番ですね。とりあえず6番のバッキーチューブを使います。これをからかぶせる。はい、これでフックの脱落ないんですよ。いいものがあるでしょ。はい、これでジグヘッドとしても使えます。はい、さらには特に畑の魚を狙ったりマダイを狙ったりすると、単純なジグヘッドだけでは、ジグヘッドのワームだけですと食い込みはいいんだけどアピールが弱いじゃない。でアピールを高めるためによくブレードをつけてるでしょ。ブレードジグとか、あるいはワームにね、ブレードをねじ込んでるようなタイプの商品もありますね。こうすればいいです。はい、そのためにロックンチャターはここへアシストを打てるようにアシストアイが設けてある。こうするとブレードジグの出来上がりです。一粒でいろんなことができちゃうわけです。こういった純正の形のチャターベイトから、ジグヘッドもありですよ、ね、それから、ブレードジグヘッドにもなりますよ。ブレードをね、チャターブレードをつけたパターンと、それからヘッドの下にブレードをつけるね、パターンと説明したんですけど、ブレードを一切使わないパターンもあるじゃないですか。いわゆるラバージグです。タイラバーなんかもねいわゆるラバージグの一種です。ワームなくてもこれだけでもね、実際このロックチャーターでもねマダイは食ってくるんですよ。ラバージグとしての場面もね必ずありますので、こういうセッティングもおすすめです。あとスカートに対する考え方なんですけども、これで、正常なボリュームなんです。これでもね、でも実はバス用よりはね少なくしてあるんですよ。一重しかないんです。バスの場合はこうもう二重にダブルにかぶって非常にスカートが多いんですけど、ソルトの場合は少し抑えめに一重にしてあるんですけど、これでもねターゲットがあまりにもたくさんいるので、スカートがあった方がいい時とない方がいい時とね様々なんです。でそこをカスタマイズしやすいような長さ、しやすい量で、最初から作ってあります。例えば、マダイなんかを狙う時にはこの量ではちょっとスカートが多いなと思ったらこう間引きしてください。散髪してあげるんですね。はい、量を減した方がいいときは量を減して使うということが現場でね即座に、対応できるっていうのもこういうルアーの、ね、一つ魅力ですので、はい、大幅に間引いてやって、いわゆるタイラバのネクタイレベルですね、まで減してあげたり、それよりちょっと多くしたり、この辺はね自分の感覚とお好みでやっていただければいいと思うんですけど、僕なんかもね完全にベイトフィッシュパターンだなと思ったらねかなり少なくします。こういうふうにして少なくしたり、もしくはですね、これは紙をすいた状態ですね。で短くカットすることもあるんです。これ短くカットするとね、これはこれで面白い効果が出るんです。例えば2017年の、
7月に鹿児島へ遠征に行って旗を釣ってたんですけど、最初ボトム釣ってたんですけどね、キビナゴが随分表層に浮いてきて、それをこう旗が食ってるのが見えたんですね。でその中ではこのスカートっていうのがどちらかというと邪魔になるので散髪したんですが、短くカットするんです。ある一定の長さからラバースカートがこの垂れずにこう横に広がってくれるんです。こんな形で、これリトレーブするとうまくね、もう少し短くてもいいんですけど、これうまく後ろからフィッシュ板から見た時に、あの魚バーッと呼吸しながら逃げてるこのエラに見えるじゃないかなと僕思ってるんですよ。実際にあのこの状態にカットしたらと、非常によく釣り出したというパターンが数回あったので、これはこれでね僕効果的だなと思ってます。ちょっとタイミングでね試してみてください。ロックチャーターのね、いろんなバリエーション、まあ、アラカルト、状況に応じて魚種に応じて、フック交換やその他パーツ交換や、ね、いろんな組み合わせをざっと説明させていただきました。まあ、非常にソルトでもね効果的なその強波動、あるいはもう外してしまって弱波動、まあ、いろんな使い方ができるルアーですので、ぜひぜひまた皆さんのアイデアでね新しい釣り方をこのロックチャーターでね発見してください。